松潤さん、こんばんは。メッセージとっても嬉しいです。そしてね、私の動画がね、なんかこの気持ちをすごく盛り上げたみたいで、私もね、なんかやった甲斐があるなと言いますかね。私としては毎日同じアドバイスをいろんな方にしてるんで、松潤さんに、まあ今ね、お話したことっていうのは特別なことでは実はないんですよ。まだまだね、お話したいことはあるんで、今日はちょっと追加でね、こんなのはどうですかってことをお伝えしようかと思います。まずね、CD にしても音楽にしても、松潤さんね、たくさん売って売り上げを伸ばしていこうっていう発想は今の時代に向かないということをちょっと申し上げたいと思います。逆にですね、一人のために作る、一人のために売るってことを考えた方がいいんではないかなと思うんですよ。この動画も結局松潤さん一人のために動画撮ってますよね。この精神で目の前にいる一人を最高のハッピーにさせるための曲を売るってことなんですよ。もちろん単価は高くなります。CD1 枚3000円でたくさん売ってたものを CD1 枚15万とかで1枚売るっていう感覚ですね。これが実際成り立つのかっていうと成り立つんですよ。私の例を申し上げましょうか。私はね、広島市内に住んでいた時に近くにね、音楽高校があったんですよ。その音楽高校の生徒さんっていうのは卒業した後に音楽で食べていく道がなかなかなくってね、楽器屋さんの店員さんとかをやってるのがまあまあだったんですよ。まあ自分のね、歌とか楽器の演奏を、そのスキルをお金に変えるってことがなかなかできなくって、すごく残念な思いしてるんじゃないかなと思いましたんで、私はこういうサービスを作りました。自分の会社で。それはですね、ハッピーバースデーを出前しますっていう、そういう風なね、サービスを広島市内で設けたんですよ。基本的には4人のチームで動いてもらいます。ミュージシャンね、4つの楽器を持って、フルートとかね、バイオリンとか4つの楽器を持って、持っていけるような楽器を持って、依頼者さんのお宅、依頼者さんからね、依頼いただいた、もう目標の人がいるわけなんですよ。まあどう言ったらいいかな、 A さんって方が依頼者で私の方に注文してくれます。料金は25万なんですよ。で、25万の料金で何をするかっていうと、自分の家族とか、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、生まれたばかりのお孫さんとかね、それから恋人とかに、生歌のプレゼントを出前するっていう、そういう風なサービスなんですよ。4人で現場に行って演奏して、で、いい気持ちになっていただいてね、それで、まあ、15分ぐらいで終わるんですけども、演奏は。そんな感じで、ね、引き上げていただいて、むちゃくちゃ感動するんですよね。まあ、これを場合によっては2人とかね、3人とか、まあ4人チームなんで、高額でちょっとできない方は2人のチームで行くとかね、いろいろあるんですよ。で、歌を歌うバージョンもあったりとか、指定の歌を歌ったりとかね、指定の曲をやったりとかっていろいろあるんですけども、まあこういうふうなね、歌の出前サービスってのをやったことがあります。結局これは1人の人に向けて曲をサービスするんですけども、でも高額で売れるんですよね。でもほとんどの方っていうのは、オーケストラならオーケストラで、入場無料でもあんまり人が集まんなかったり、入場料2000円でも取ろうもんなら、本当にね、50人集めるのがすごく大変だってことがあると思うんですよね。で、私は逆転の発想をとって、確実に聴きたい人一人のために、まあ音楽を聴かして、しかもそれを高額にした方がいいんじゃないかなというふうに考えたんですよ。まあですのでね、今の時代、CD も、もしね、松潤さんが作るとしたら、たくさん売ることを想定するんじゃなくて、一人のために作った CD っていう発想はどうかなと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うとですね、イメージソングとかテーマソングをその人のために作るとか、その会場のために作るとか、その小さなね、サークルのために作るとかね、10人ぐらいいるサークルってあると思うんですよ。地域の活動してるサークルとか、そういうところにプレゼントするとか、もっと分かりやすいのは、松潤さんが今お勤めになってる会社の社歌を作っていくっていうのはどうですか。そういう発想は多分持たれたことあると思いますけども、ここで改めてね、これがね、今ね、十分お金になる時代がやってきたんだよってことなんですよ。少数のために作るってことですよね。だからこれをね、インターネットの世界ではこれがね、まあこれから主流になってくると思うんですよね。一人一人に細かいサービスをとは言いますけども、今度はね、お客さんが増えると細かいサービスなんてできないわけなんですよ。だから CD を3000枚売ってしまうと、じゃあ3000人のお客様にこと細かく答えることってできないと思うんで、結構ね、活動って制限されると思うんですよ。なんかね、まあちょっとここで例を出しすぎるとあんまり話が長くなっちゃうんで、この辺にしておきましょうか。あと松潤さんが歌を歌われると思いますんで、ボイストレーニングを販売するっていう方法もありますよね。無料のボイストレーニングの動画をいっぱい作っておいて、そこで集客して、もっと濃くやりたい方とか、パーソナルトレーニングを求める方っていうのには高額でやっぱりセールスとかね、月に5万円のサービスとか、あとはトレーニングの内容としては、オクターブが出せるようになるとかね、音域が広い歌い方とか、このコツがあると思うんですよ、体の鍛え方とかね。で、あとはボイストレーニングでしたら、ビブラートのかけ方講座とかっていうのも結構ね、受けると思います。カラオケが上手になるとかね、
カラオケで90点以上はいつも取れるとか注目されますよみたいな感じで、まあカラオケが今ね時代的背景的にどうなのかなと思いますけども、そういうふうなパーソナルトレーナーで一人の人のなんで歌をね上手になりたいかってところにきちんと寄り添ったサービスっていうのはこれは受けますよ、広瀬香美さんとかが個人的にパーソナルトレーニングしてくれることはないですからね。でも基本的に歌の上手になるなり方っていうのはもうトップクラスの人も、なんていうんですかね、普通の人っていうか、なんですかね、ピアノ教室とかをやってる方もそんなに違いはないんですよ。そう考えると松潤さんの立ち位置からは一人のために高額でしっかりとサービスをするっていう方が、まあ、向いてるんじゃないかなと思うんですよね。これね今までいろいろ話しましたけども、実は私の速稼塾っていうのは速稼塾のテーマソングを作ってくれた方がいるんですよ。この方っていうのはね、私の塾の意向をものすごく、ね、反映して、まあ、これ2013年に作ってくれたんですよ。塾がスタートしてまだね2ヶ月目ぐらいの時に作ってくれた曲で、その頃のイメージにぴったりだったんですよね。まあ、今のイメージはちょっと合わないようになってきちゃったんですけども、で私感動しましてね、もうその方との関係すごく深くなっちゃいました。それからその方は私の成功事例を生かして一人のために作る曲っていうのとか、一人の方が運営しているなんかね学習塾とかのテーマソングを作ることでかなりね稼いだらしいんですよね。その曲をこの動画の最後にお付けしておきますのでご覧いただければと思います。速稼塾のテーマソングですよね。1分ぐらいの曲なんですけども、とってもね印象深い曲になってます。なんか自宅でね一発撮りしたらしいんですけども、特に音楽機材も適当なものを使ったらしいですけども、結構ねクオリティいいんですよ。未だに感動しますね。はい、それでですね、最後にもう一個アイデアいこうかな。ピアノスクールはどうですかね。しかもねこれピアノスクールっていうのは一曲を弾けるようになるまでのピアノスクールですよ。ね、これ求めてる方多いと思いますよ。一曲でいいから綺麗に弾けるようになりたい。猫踏んじゃったでもいいし、まあ、カノンでもいいし、一曲をちゃんと弾けるまで松潤さんが丁寧に指導するっていうものは、これはね、このフォーカスを受けると思いますよ。ピアノ教室って何年も何年もやるのはしんどいんですよ。きついんですよ。だから、例えば3ヶ月でマスターしましょうみたいなね、ピアノ一曲だけ完全な素人から、ピアノのピの字も分からない、触ったこともない人が3ヶ月ぐらい弾けてますよみたいなコンセプトでお送りすると、これはなかなかいいんじゃないですかね。記念日にピアノの演奏を送りたいって方はね、テレビでもやってますけど、未だにいるんですよ。特に中高年の男性とかはね。で、自分の奥さんに一生懸命練習した曲をシークレットにしといて、誕生日に送りたい、結婚記念日とか銀婚式に送りたいみたいなのありますからね。だからこれはね、これもなんかねすごくいいですね。松潤さんは音楽ができると、私もね民謡三味線をやるんですけども、まだね人にプレゼントできるほどではないんで、もうちょっと腕が上がったら、今私が全部言いましたよね、これ全部私がやってみようと思うんですよ。ピアノじゃなくて三味線で、民謡でね、いいでしょこれ。しかも私の場合は海外の方向けに売ろうとも考えてるんですよ。だから YouTube を育ててるんですよね。まあいろいろと話しましたけども、またね参考になれば幸いでございます。またメッセージくださいね。では失礼します。あ、そうだ、速稼塾のテーマソングちょっと聞いてみてください。それでは Q。 You don't